はい、サイモックンです。本日はこちらアルファ7-4を1ヶ月使ってみての感想をお話ししたいと思います。はい、てなわけで今日も始めていこうと思うんですけれども、今日は皆さんがね気になってる注目のカメラですよね、アルファ7-4。こちらねまだちょっと入手困難な状況が続いてるみたいなんですけれども、ハイブリッドでスチールとムービーをね切り替えて、約有効画素数ね3300万画素とちょうどいい感じで撮れつつ、そしてアルファ1や S3 からね引き継がれたクリエイティブルックですとか色味までね足並みが揃ったよということで、非常にね万能で使いやすいカメラとして登場しました。今日は僕がこのアルファ7-4お仕事でもねたくさん1ヶ月使ってみたので、良かったところ悪かったところみたいなところをお話ししていこうかなと思います。で、先日ね大元さんの YouTube にもねアルファ7-4 1ヶ月使ってみてっていうところでねちょこっとねお話しさせて出させていただいたんですけれども、今日はそれのねもうちょっと詳しいバージョンで話していこうかなと思います。早速やっていきましょう。ではこのアルファ7-4買って良かった点一つ目ですね、なんといってもですねこのスチールとムービーのね切り替えスイッチですよね。この切り替えスイッチによってスチールとムービーの設定ですね、独立して設定を記録することができるんですよね。例えば写真だけ撮りたいときはピクチャープロファイルをオフにして、動画を撮るときは S シネトーンにするですとか、そういった感じで独立した設定をこの切り替えれば一つでね切り替えれるっていうのが非常にねメリットですね。アルファ7-3のときはどうしてもねメニューから入って設定を直したりですとか、そういった手間があったりですとか、直し忘れてねそのままログのまま写真撮っちゃったりですとか、そういったねミスも起きたりしたんですよね。なんですけれども、この切り替えスイッチが入ったことにより、こんなにね、シームレスにスチールとムービーをね、ストレスなく撮影できるかということで、現場でね、実際使ってみて非常に感動しております。アルファ7-4買って良かった点、二つ目ですね。なんといっても、ちょうどいい画素数ですよね。有効画素数3300万画素ということで、僕はアルファ 7R4 とアルファ 7S3 を所有してるんですけれども、アルファ 7R4 は高画素機、6000万画素オーバーのカメラです。そしてアルファ 7S3 は高感度機ということで、画素数は低めで約1200万画素だったりします。その中間になる約3300万画素ということで、非常に扱いやすい画素数なんですよね。画素数も3300万画素あることにより、ちょっとしたクロップなら耐久性があるということで非常に使い勝手がいいです。そしてシャッター切りまくっても、アルファ 7R4 の高画素機だとロー1枚あたり128MB ぐらいでしたかね。なので結構圧迫してちょっとシャッター切りすぎかなとか気になっちゃうんですけれども、そういったことをね気にすることなくストレスなくねパシパシャって撮って、そしてある程度のトリミング体制も保つということで、非常にバランスが良くて気に入って使っております。いい点3つ目、バリアングルですよね。やっぱりこんな感じでねバリアングルなことにより YouTube 使いとかにも最適です。もちろん Vlog とかにも向いてますよね。こんな感じで Vlog にも適しております。そしていいところ4つ目、なんといっても動画性能ですよね。動画性能がなんといっても 10bit で撮れるということで、 4K120fps のスローモーションは撮れないものの 4K60p まで撮影することができます。で、注意点が 4K60p の時は約 1.5 倍クロップがかかるんですけれども、この 1.5 倍クロップ、ちょっと僕ね、ストレスになるかなと思ったんですけれども、運用次第でいい感じで使えるなということで、例えばね、20mm の G レンズで使うと、4K60p で 1.5 倍クロップでしょ。そして超解像ズームでさらに 1.5 倍。そしてブリージングの補正までつけるとっていうところで、約 49.5mm ぐらいになるのかな、計算間違えてたらあれなんですけれども、そういった焦点距離まで約 20mm のね超広角から使いやすいね標準に近い約 49.5mm 付近までね使えるということで、この運用方法で使うと逆にねこの7-4めちゃめちゃいいんじゃないかなと思いました。いいところ5つ目は、アルファ1とかアルファ 7S3 みたいにメニュー画面がね縦列になりました。非常にねこれ見やすいんですよね。なので非常にね設定を変える時とか重宝してます。特に僕 S3 すでに使ってるので、カメラによってねこのメニュー画面が違うっていうのはストレスなんですよね。まあ足並み揃ったっていう感じになります。いいところ6つ目、もうどんどんいいところ出てくるんですけれども、なんといってもこのねグリップ感です。グリップ感が非常によく、アルファ 7S3 やアルファ1やアルファ 7R4 みたいにこのねしっかりホールドできるようになりました。これなら僕はね縦グリップそんなにいらないかなと思います。無印のねアルファ7-3の時は縦グリップ使ってたんですけれども、こんな感じでホールド感非常にあるよということで、めちゃめちゃいいかなと思います。いいところ7つ目、まだまだいいところねたくさんあるんですよ。いいところ7つ目はこちらです。じゃーん、
レンズ交換の時にホコリがね入りにくくなりました。注意点はですね、こちらにホコリがつくこともあるので、まあね、シュッシュッシュッってたまにやってあげることは大事かなと思うんですけれども、以前よりね安心してレンズ交換ができるようになったということで、僕は特にね沖縄の外でね砂とかねホコリが舞ってるような状況でレンズ交換することもあるので、これは非常に嬉しいです。いいところ8つ目は露出補正ダイヤルもカスタムできるようになりました。それにより非常にねカスタマイズできる箇所が増えたので、より手に馴染むカメラとして扱うことができます。これね非常に地味なんですけどでかいんですよね。結構これだけハイブリッドのカメラだと機能がね多くなってくるので、やっぱり自分のね手に馴染むようにカスタマイズできるボタンがいっぱいあるっていうのは機能が増えれば増えるほど正義でございます。いいところ9つ目、このね液晶がめちゃめちゃ綺麗になりました。自分がね見やすいだけじゃなくて、お客さんにねちょっと確認してもらえますかって言った時に、うわーめっちゃ綺麗みたいなリアクションが非常に増えたんですよね。これ何がいいかって、お客さんとかってやっぱり綺麗な写真を見せてあげると安心しますし、テンションも上がってくるので、序盤でねテンションを上げることにより本当に楽しそうな表情ですとか、もうお客さんの気分も上げることができるんですよね。それによって自分も上がりますし、結果取れ高につながってくるという意味では、スペック表では見えてこない部分の良さでございます。では最後ですね、いいところ10個目、ブリージングの補正ですよね。ブリージングの補正機能によって 1635F2.8GM ですとか、めちゃめちゃいいレンズなんですけれども、ブリージングが多いレンズとかが α7-4 になってからは使ってみようかなっていう気になりました。もちろんスチールでメインにね 1635GM とか使ってたんですけれども、ムービーだとね避けてた部分あるんですよね。それだけじゃなくて 50GM1.2 ですとか、結構ソニーのレンズねブリージング出るレンズ多いので、このねブリージング補正がカメラにね備わったということは非常にでかいです。なので 24GM ですとか 50GM ですとか 1635GM ですとか、僕が持ってるブリージングちょっとなーって思うレンズたちも、このブリージング補正により動画でもね使えるということで、非常に α7-4 一つ入ったことですごいね E マウントの純正レンズのレンズ資産がさらにね価値が高まったように感じております。はい、こんな感じで今日は α7-4 購入して1ヶ月ということで、良かったとこ10個話させていただきました。本当はねもっとあるんですけれども、なかなかねもっと喋っちゃいそうなので、またね半年レビューとかの際にね、また別の観点でもアプローチして喋っていけたらなと思います。僕のチャンネルでは写真のハウツー、機材のレビューなどを行ってますので、ガジェットとか好きな方はねぜひチャンネル登録ボタンポチッと押していただけるとすごく励みになります。こんな感じでね、これからも皆さんのねカメラライフが楽しくなるような役に立つようなコンテンツを出していこうと思うので、楽しみにしていてください。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。あ、そうそう、言い忘れたんですけれども、 α7-4 のデメリットで言うと熱がちょっと持ちやすいなっていう印象があるので、今いろいろ設定を試して熱を持ちにくい設定みたいなものを探ってるところなので、またね動画楽しみにしていてください。沖縄もね気温が落ちてきて、仕事で使ってて熱停止みたいなことはなかったんですけれども、室温が27度の時にちょっとね熱持ちやすくて一回落ちちゃったことがあったので、最適な設定みたいなところを沖縄のピークの暑いシーズンの前に僕も最適な設定を探っていこうと思います。なのでこの α7-4 気になる方はこれからもねメインで使っていくと思うので、ぜひねチャンネル登録していただけると嬉しいです。じゃあまたねー。